パリのまだその代表が決まってないっていうのが自分の中で一つ支えになってたかなっていうふうに思いますし、そこでもあの100キロ級の内定が出てしまっていたら、まあ、次の目標に向けてのモチベーションっていうところを維持することができなかったと思うので、まだチャンスが自分にあるっていうのを一つ心の支えにしながらモチベーションを上げてやれたかなっていうふうに思います。まあ、その2連覇できるっていうのは本当1回優勝した人間だけだと思うので、まあ、そこをしっかりと意識しながら、まあ、あと5ヶ月かですけど、まあ、準備して2連覇したいと思います。